1番、学校、何々、友達、行きます。何ですか？学校へ友達と行きます。そうですね。ファンシャンと A 君、そもそもだと大正解です。いっぱいファン。じゃあ2番。6時から7時まで手間をしました。そうですね。6時から7時までゲームをしました。从到非常好。100分。3番。コンビニは、アイスクリームがあります。そうですね。コンビニはアイスクリームがありますね。在コンビニ有アイスクリーム当作主当作主语。当然也可以说コンビニに也可以。コンビニに在哪里哪里的に也可以。或者当作主语的は。はい、有什么什么东西があります。あ、好、じゃあ4番。バスで、バスで、図書館へ行きます。そうですね。バスで図書館へ行きます。非常好。使用什么什么で、往什么什么方向へですね。じゃあ8番。私は、カイシアです。そうですね。我是カシア。私はカシアです。一杯分。じゃあ、6番。これが大好きなペンです。そうですね。这个就是ですね。大好きなペンです。或者是当作主语。ね、これは、这个是。ね、これは大好きなペンです。也可以。ね、はい。じゃあ7番。7番。昨日10時に寝ました。そうですね。10時に寝ました。非常好ね。時間点的に、時点的点、起床的、あ、睡觉的。ね、10時に寝ました。非常好。じゃあ8番。タクシーで家へ帰りました。そうです。あ、そうそうそうですね。非常好。タクシーで家へ帰りました。使用タクシー回家ね。方向的 A。一百分。じゃあ9番。9番。コンビニで本を買いました。そうですね。在コンビニ買書ね。在的で、还有ね、動作的对象ね、買什么东西啊？買書ね、を買いましたね。じゃあ10番。10番は図書館で、図書館で本を読みます。いいですね。在図書館看書動作的对象的哦，嘿，100分。ね、じゃあ11番。お母さんに鼻を開けました。いいね。そうですね。はい。给妈妈花ね。动作的对象是物品的时候要用哦，ね。动作的对象是人的话用。你じゃね、非常好。じゃあ12番。私はこんなが好きです。ね、私はコナンが好きですね。我的主语ね、喜欢、喜爱的助词が、ね、私はコナンが好きです。非常好。じゃあ13番。コナン君は、コナン君は学校にいます。そうですね。コナン君在学校ね、存在的在要用にですよね。比较安静的在要用に、存在的在要用に。で、コナン君がね、在
学校。これでもいいですね。这个也可以。コナン君、当作主语的话，可以用は。これ原本の助詞是がですね。人、物品が在哪里哪里います。じゃあ、14番。日本語の本は3冊あります。啊，そうですね。当做主语哇，也可以。它可是原本的助词是什么？有无的助词。有无的助词有什么什么？有书。が，そうですね。是が也可以。如果当做主语的话，哇也可以。然后或者是你原本的助词有什么什么？があります。数量的后面不加助词哦，非常好。じゃあ15番。15番叫做季節。季節で、季節で。が好きですか？そうですね。わあ、のぞみさんすごい、100分。一個都没有错。はい。で、在什么什么范围里面的でですね。喜爱的が、什么时候最喜欢呢？季節で、いつが好きですか？非常好。希望大家也有做。はい。とても良かったですね。のぞみさんはね、都有复习哦。我偷看课本。然后都刚课本都ですか？非常好。じゃあね。そうですね。じゃあ、いくつかね、以前学的を做一下复习。そうですね。のぞみさんだけかな？今来てるの。あ、3個だ。のぞみさんと、じゅんさん。じゅんさん。じゃあ、のぞみさん。今日何時に起きましたか？何時に起きましたか？あ、のぞみさん、はい。何時に起きましたか？はい。今日何時に起きましたか？何時に起きましたか？何時に起きましたか？起きますか？はい。そうそう。今日何時に起きましたか？今日何時に起き、ああ、OK。10時に起きました。10時に起きました。いいですね。10時、時に起きました。はい。じゃあ、じゅんさん、昨日何時に寝ましたか？昨日何時に寝ましたか？11時。11はい、11時に寝ました。寝ました。はい。じゃあ、じゅんさん、在一起。そうですね。今日の仕事は何時から何時までですか？今日の仕事は何時から何時までですか？5個。ここミーティン午後2時。ここミーティン2時まからから。ミーティンから3時まで。なも、えー、の、えー、1時間3時までです。はい。あ、はい、短いですね。はい。あ、なるほど。よかったですね。可以好好休息。よかった。はい。じゃあ、次、のぞみさん。刚刚是のぞみさん回答的吗？对。ああ、そうですね。じゃあ、じゅんさん。次、じゅんさん。じゅんさん、いますか？え、きらし、在。あ、在、在、在、います。はい。
いますっていうの。はい。じゃあ、ジュンさんは今日何で会社へ来ましたか？今日何で会社へ来ましたか？用什么去公司？你哪里的？会社へ来ましたか？等一下，骑车、摩托车吗？开车，开车是。車？車行きます。車で。で、行きました。そうですね。車で行きました。ね。車で行きました。じゃあ、次。のぞみさん。今日、どこへ行きましたか？どこへ行きます？何も行きません。あ、どこも、どこも。何も、何、な、どこも行きません。行きません。ね、過去式、行きませんでした。でした。そう、どこも行きませんでした。そうですね。はい。のぞみさん、のぞみさん、はい、今日はスーパーへ行きましたか？スーパーへ行きましたか？行きましたか？行きましたか？行きませんでした。あ、行きませんでした。そうですね。じゃあ、要去コンビニは？コンビニへ行きましたか？はい、コンビニ行きます。はい、行きました。コンビニへ行きました。はい。じゃあ、何を買いましたか？何を買いますか？あ、飲み物買いました。買いました。いいですね。はい。じゃあ、じゅんさん。じゅんさんはいつもコンビニで何を買いますか？パンと。パンとコーヒー。コーヒー。行きました。いつも、いつも、每次都在コンビニ買什么？パンとコーヒーを。コーヒーを買いました。買いました。通常都是怎么怎么样的时候要用肯定型買います。你パンとコーヒー、そうそうそう、パンとコーヒーを買います。そうですね。はい。のぞみさん、もうご飯を食べましたか？はい、食べました。うん。何を食べましたか？イタリア麺。イタリア麺ね、パスタ、パスタ。パスタ。食べました。パスタを食べました。はい。どうでしたか？どうでしたか？どうでしたか？在十二課读的どうでしたか？要过去式回答。おい、差一点、おいしいで过去式。おいしい、おい、おいしかったです。そうですね。よかった、おいしかったです。です。はい。じゃあ、そうですね。じゅんさんはいつもどこのレストランへ行きますか？どこのレストランへ行きますか？ね、よく行くレストランありますか？いつもどこのレストラン行きますか？よし、ファンタ、チャンティンワン。うん。もちろん。どこへ行きますか？
漱口耶，那个苏西啊，我是西，嗨，おいしいですよね。寿司屋，そうですね、寿司屋。寿司屋，要去寿司店。寿司屋，寿司屋。什么寿司屋へ行きます？行きます。うん、はい。じゃあいつも寿司屋で何を食べますか？那个豆皮寿司都说豆皮寿司，豆皮寿司，豆皮啊，那个是豆皮啊，いなり寿司，哦哦，对，就是它。啊，都よかった。いなり寿司と言います。いなり寿司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 を食べます。はい。食べます。あ、そうそうそう。通常都是、通常所以用肯定詞をいなり寿司を食べます。じゃあ、のぞみさん、寿司、はい、寿司で何が一番好きですか？寿司が一番ですか？寿司で、こので覚えてますか？寿司の中で、でですよ。寿司で何が一番好きですか？私はマグロが一番好きです。マグロが一番好きです。マグロが一番好きです。マグロは、マグロ。マグロ。ちょっと、中国語がわかりません。うろ。中文叫什么？鲑鱼吗？鲑鱼。这个鱼。マグロ。わ、鲑鱼。ありがとうございます。鲑鱼が一番好きです。マグロが一番好きです。のぞみさんは寿司で何が一番好きですか？あ、サーモン、いくら、まあ、マグロ、クエイ、サーモンかな、サーモン、サーモン、サーモン、橘色的サーモンが一番好きです、一番好きです、美味しいですよね、一番好きです、はい、做一下复习了、はい、あともう一つ、最後一個好了、ね。母の日に、母の日に、お母さんに何をあげましたか？じゃあ、じゅんさん。母の日にお母さんに何をあげましたか？母の日、母親節。母の日にお母さんに何をあげましたか？等一下うん。一緒に。うん。一起吃饭。ご飯ご飯大家一起吃饭大家一起去餐厅吃饭就是ご一緒にご飯いいです、ご飯吃食べまあ、吃了是だだ、そう、一緒にご飯ね做主要用什么吃的对象ご飯に
品的动作的对象要用哦，一緒にご飯を食べました。你如果要再加一个，在レストラン，要说什么？レストラン。レストラン。レストラン。え。え、在哪里哪里的动？在。你。你，え、惜しい，差一点。え、え的话是去哪里哪里的方向。レストラン。え、行きます。ね、去哪里哪里方向。例えば、に的话会比较安静的存在的在。ね、います。例えば、我在レストラン。我存在在レストラン。所以有后面有动作的时候的在要放什么？レストラン。カーマ。で在哪里哪里做些什么什么事情？レストランでご飯を食べました。はい。はい。はい。谢谢。耶耶はい。じゃあ我要去レストラン吃饭なんて言うでしょうか？ね、先週勉強しました。三个礼拜读的。我去レストラン吃饭。ね、目的是吃饭。なんて言うでしょう？じゃあのぞみさん。我要去レストラン吃饭。我要去レストラン吃饭。你目的的什么什么ありましたよね？レストラン。のぞみさん、はい。レストランに、レストラン、あ、惜しい。レストラン、え、ね、目的的什么什么に、去吃饭、行きます。去吃ご飯に行きます。行きます。レストラン、え、ご飯に行きます。あ、这样也可以，或者是也目。日本名詞、食事に行きます。或者是動詞的話、可以說、レストラン食事しに、しにね、ますしんだ。ます把它去掉、じゃに、レストランへ食事に行きます。最後一個、そうですね。我去学校接小孩。接迎えます。去学校去接小孩。じゃあ、淳さん、なんて言いますか？学校へ。なんか、ます。に。に。こ、子供。子供。子供ここに入れます。子供を迎えます。この多め、ここを、迎えに。子供を迎えに。あ、そうそう、迎えに、ます、去掉だって。そうそうそう。そうですね。学校へ子供を迎えに行きます。行きます。そう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 。学校へ子供を迎えに行きます。非常好。100分。我们做一下那这一周上上个礼拜的，就是全部的助词都有复习到，你。经常用哦，都经常用呢，よく使います。今日はね、新しいところをします。今天要学动作的动词的变化。动词的变化呢，在日文上非常非常重要的，
变化就会有就是不一样的意思，因为一样的动词，比如说变成贴心的话，请你做什么什么，或者是耐心的话，就是不要做什么什么。如果变化其他的形状的话，就会变不一样的意思。表します。今日は手形を勉強します。今天要学个贴心。好，我们学贴心之前，先再学几个，念在一起念几个单字。一緒に読みましょう。打开。つけます。つけます。つけます。はい。このつけますは、一定要有電器系列的。例えば、パソコンをつけます。打開電腦。打開パソコンをつけます。ね。或者、打開電視、テレビをつけます。つけます。ね。打開電灯、電気をつけます。ね。全部都是要有電器系列的打開。ね。都要用、つけます。はい、一緒にやりましょう。パソコンをつけます。パソコンをつけます。テレビを、テレビをつけます。テレビをつけます。打開電灯、テレビ、あ、ごめんなさい、電気をつけます。電気をつけます。つけます。そう、電気をつけます。大家在努力的写的感觉，はい、来ましたか？じゃあ次行きます。下一个，关掉，这个也是电器系列的，消します。消します。あ、你要念小，消します。消します。消します。电器系列，パソコンを消します。そうですね。空調、エアコン、エアコンを消します。あとは、はい、关什么？そうですね、電気を消します。そうですね。还有什么？電風扇。電風扇。扇風機。扇風機。扇風機を消します。電風機を消します。あとは携帯は電を消して、今度は携帯を消します。台灯是台灯スタンドスタンドスタンド、電気スタンド。現在写一個複雜一點的話、電気スタンド。消しますね。電気スタンドを消します。電池シエドとつけます。消します。じゃあ一緒に読みましょう。关空調。エアコンを消します。エアコンを消します。もう一回、エアコンを消します。エアコンを消します。電風扇、关掉。扇風機を消します。扇風機を消します。消します。はい。台灯、桌上的台灯。電気スタンドを消します。電気スタンドを消します。消します。電気スタンドを消します。電気スタートを消します。そうですね。じゃあ次行きましょう。下一個也是開關ですけど、这是門的開關。不是電器系列的哦。ね、開けます。打開、開けます。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 例えば、ね、ドアを開けます。開門。ドアを開けます。ね。窓、ね、窓是窗户。窓を開けます。じゃあ一緒に読みましょう。開門、ドアを開けます。
ドアを開けます。ドアを開けます。ね、開窗户、窓を開けます。窓を開けます。もう一回、窓を開けます。窓を開けます。いいですね。窓を開けます。じゃあ次行きますね。下一个，别刚好可以開けます的相反，你关起来，閉めます。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 例えばドアを閉めます、窓を閉めます。另外还可以，比如说，窗帘、カーテン、カーテンを閉めます。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 或者是把冰箱的门关起来。冰箱虽然是电器系列的，可是它是门的打开关起来的意思。所以可以用閉めます、開けます。冷蔵庫、冷蔵庫を開けます。閉めます。冷蔵庫。閉めます。冷蔵庫を閉めます。じゃあ一緒に読みましょう。关窗帘。カーテンを閉めます。カーテンを閉めます。关冰箱。冷蔵庫を閉めます。冷蔵庫を閉めます。ですね。じゃあ次行きましょう。閉めます。開けます。等待。等一下。待ちます。待ちます。我稍微等一下。应该大家有听过，稍微ちょっと待ちます。ちょっと待ちます。我稍微等一下，ちょっと待ちます。待ちます。じゃあ次行きます。ちょっと待ちます。下一个，停。止めます。我把车子停下来。車を止めます。車を止めます。じゃあ一緒に読みましょう。車を止めます。もう一回。車を止めます。車を止めます。停車。車を止めます。次行きましょう。右转。转弯。曲がります。そうですね。例えば、右转。右へ。方向的へ。右へ曲がります。左へ曲がります。じゃあ一緒に読みましょう。右へ曲がります。左へ曲がります。左へ曲がります。ね、じゃあ次行きましょう。曲がります。下一個。拿行李。はね。拿着手机。ね、持ちます。例えば。荷物を持ちます。荷物を持ちます。一緒に読みましょう。荷物を持ちます。
荷物を持ちます。まあ、そうですね。荷物を持ちます。はい。じゃあ下一个。去哪へ？跟刚刚有什么差别呢？これ取ります。取ります。取ります。持ちます是拥有拿着ね在手上。これを持ちますと言います。取ります是取拿过来取これを取ります。と言います。持ちます、拿着。取ります、取、拿过来。ね、取ります。じゃあ、取ります。じゃあ、じゃあ、拿、帮我、拿什么？取ります。我、出门的时候、拿钥匙。鍵を、ね、も、鍵を取ります。鍵を取ります。じゃあ一緒に読みましょう。鍵を取ります。鍵を取ります。はい、取ります。比如说我想要问你，你今天有带钥匙吗？的话，是取ります还是持ちます？じゃあ、のぞみさん。今天你有带钥匙吗？持ちます。そう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 、持ちますですね。拥有拿着ね。嗯，そうそうそう。你有拿那个目录吗？的时候要用哪一个？じゃあ、ジュンさん。持ちます。啊，你有そうですね。这样也可以。你有去拿？然后中文的你有去拿目录过来看吗？仔细式的话，你也可以用取ります。当然，你有拿着吗？你有的话，就用持ちます。ね。じゃあ次行きましょう。帮忙、手伝います。手伝います。好，手伝います。手伝います。ね。这比较特别的助词，以前有说过，人的对象要用你，可以吗？是的。那这个帮忙，虽然是人，也要用を使います。对吧？お母さんを手伝います。お母さんを。手伝います。是很特别的一个动词，帮助的对象虽然是人，但也要用を的助词。帮忙妈妈，一緒にやりましょう。お母さんを手伝います。お母さんを手伝います。帮忙朋友，那对的しょう。帮忙朋友，じゃあのぞみさん。帮忙朋友。そうそうそう、帮朋友。友達を。そうそうそう、友達を手伝います。一緒に会いましょう。友達を手伝います。友達を手伝います。そうそう、じゃあ友達を手伝います。友達を。手伝います。ペさん、好、友達を手伝います。じゃあ、次行きましょう。下一個。じゃあ、呼びます。呼びます。呼びます。はい。呼びます。例えば、我叫计程车、タクシーを呼びます。もしくは、我叫警察咯。警察を呼びます。じゃあ、一緒に呼びましょう。じゃあ、タクシーを呼びます。タ
タクシーを呼びます。タクシーを呼びます。タクシーを呼びます。呼びます、呼びます。そうそう、呼びます。叫警察。警察を呼びます。警察を呼びますよ。警察を呼びますよ。はい、警察です。警察を呼びますよ。じゃあ、次行きます。ね、あと、そうはですね、話します。話します。はい。テレオンファイオリアンソン。例えば、友達に話します。例えば、上次有说过动作的对象是人的话，要用你来吗？可以用と，这两个意思有点不一样。話します。我告诉朋友，我会跟朋友说。这是用你用法，我会跟朋友说。友達に話します。我会跟朋友说。跟我一样吗？会跟朋友说。友達と話します。一个是そうですね。我会告诉朋友，是你呢？这一方面的，我告诉朋友，友達と的话是互相一起说话，友達と話します，我一起跟朋友说话的感觉。じゃあ一緒に読みましょう。我会告诉朋友，友達に話します。友達に話します。我会告诉朋友，もう一回。友達に話します。友達に話します。ね。我会跟朋友一起说话。友達と話します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 。好。はい、下一個。给他看。我会给他看。跟見ます又不一样。見ます是自己看。我看手机，我看电脑，我看电视。それは見ます。けど、给他看我的手机，给他看我的照片，给对方看。これを見せます。見せます。一緒に読みましょう。見せます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 。そうですね。見せます。じゃあ、再看看。我的照片给朋友看。じゃあ、どっちにしようかな。ジュンさん。我的照片给朋友看。要怎么说呢？写信照片。写信。友達。是不是终于不用讲我担心，对不对？啊，通常说的是我担心，我已经在说话，经常会被省略掉，说的是。写信。写信。你。写信你。友達。ヒント。动作的对象是物品的话是用 O， 有时候动作的对象是人的话要用你。写信你。友達。写信を友達に。そう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 ですね。見せます。見せます。
给看什么东西呢？用哦，谁给看给谁看呢？的人的对象要用你，对不对？非常好。一緒にやりましょう。写真を友達に見せます。写真を友達に見せます。写真を友達に見せます。はい。じゃあ、我的パスポート、护照、给警察看。のぞみさん、なんと言いますか？パスポート。パスポート。パスポート。警察、警察。警察。パスポート、警察官。パスポートを警察に見せます。いいですね。非常好。一緒にやりましょう。パスポートを警察に見せます。パスポートを警察に見せます。そうそう、もう一回。パスポートを警察に見せます。パスポートを警察に見せます。そう、いいですね。非常好。100分。じゃあ、下一個。いきます。告诉对方，教えます。这个单词大家有看过吧？教えます、どういう意味ですか？什么意思？淳さん、教えます。我以前有在第七个学的教えます是什么？教えます。教。教、そうですね、教。今回の教えますは、告訴的意思。所以教えますよ、两种意思ね、教。教訴。もう書きませんよ、不写。教小朋友、そして读书。子供に、勉強を教えます。教意思、子供に教えます。还有告诉的意思，我告诉朋友我的电话号码。友達に、例えば电话号码、電話番号を教えます。是告诉的意思。嗨，加相反的，我要问他的时候，只有两种意思。顺便教一个，聞きます是原本是听，音楽を聞きます。聽音乐。它也可以变成问，比如说问路。道を聞きます。比如问警察路，警察に。道を聞きます。所以聞きます也有两种意思，听跟问。再一緒に読みましょう。全部。子供を我教小朋友读书。子供に勉強を教えます。子供に勉強をします。もう一回。子供に勉強を教えます。子供に勉強を教えます。告诉朋友我的电话号码。友達に電話番号を教えます。友達に
はい、很好。じゃあ、聞音乐、音楽を聞きます。音楽を聞きます。聞きます。はい。问警察路。警察に道を聞きます。警察に道を聞きます。そう、もう一回、警察に道を聞きます。警察に道を聞きます。ね、再次好了。警察に道を聞きます。警察に道を聞きます。うん、そうですね。はい。今日はね、我们今天做到这里好了。15番。嗯。見せます。教えます。のところも。我做到動詞全部好了。ごめんなさい。大家有時間吗？16番。開始。始めます。始めます。そうですね。始めます。ね。はい。这特別、这助詞比较特別一点。比如说我、開始要上課了。授業。お、はじめます。わ、開始ろー。授業、はじめます。始めます。あ、開始、上課ろー。授業、はじめます。授業、はじめます。うん。じゃあ、ここには、そうですね。下雨。お、あ、对不起。我说这个比较特别。他的助词不会用お、ね。他用が、ね。之后会、说为什么要用嘎？你今天简单的解释好了。哎，哦，其实我们以前，我们就是现在学到的都是几乎都是用动作的对象都是用哦，所以在我做什么什么动作的时候都是用哦。会用嘎的是状态，我上次有解释说状态会用嘎。我没办法去做的事情。现在的状态，自动词的时候会用嘎来表达。现在说自动词，它动词太难了。说状态的时候会用嘎。比如说下雨，这不是我把它弄成下雨就下雨了，所以这是表达一个状态，正在下雨的状态。所以助词会用嘎，这比较特别的一个动词。下雨，降ります。雨が降ります。これ一緒に読みましょう。雨が降ります。今日ここまでにしましょう。我们做到这里。到下一课的时候，我们要用很多动词来变化。我们以前学过的，第一次出现动词的时候是第五课，可能第四课还是第五课开始，应该没有几个动词。大家把那几个动词复习一下，最好背起来，是不是？我们要做很多变化哦，现在都动词要熟一点。那下次的功课就把动词做熟一点，お願いします。じゃあ、質問ありますか、皆さん？有疑问吗？質問ありますか？ありません。ありません。本来下次要做变化，所以需要用到很多动词，只要复习哦。復習してください。お願いします。では、おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。